よう、話でもどうだ、渦巻きナルト。てめえは聞かないのは知っているだろう。さすがシャリンガンのカカシだ。早い。そう簡単にナルトに手は出させやしないよ、ウチハマガラ。もうここは僕のテリトリーだ。俺は別に簡単に行くとは思っていないよ。俺にも計画ってものがある。それよりも今は話がしたい。ナルト、お前に興味が湧いてきた。そんなことはどうだっていい。てめえはサスケをどうするつもりだ。サスケのことを教えろ。いいだろう、なら話してやる。サスケの話をする上でイタチのことは避けては通れない。まずはイタチの真実から。まさか。冗談はよせ。そんな話は信じられない。嘘ではない。それがイタチの真実だ。やつはサスケのため、木の葉の里のために死んだ。もしそれが事実だとしても、それをサスケが知っているなら、なぜサスケは暁に手を貸す。あいつならイタチの意志を継ぎ木の葉へ帰ってくるはずだ。お前がサスケをそんな風にしたのか。いや違う。サスケ自身がそう選択したのさ。俺も賭けだった。彼がイタチの意志を取るか、はたまた木の葉への復讐を取るのか。彼は復讐を選んだ。本心はこちら側の人間だったということさ。ナルト、お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、ウチハの存在をサスケに証明させる。ウチハの存在、くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあ。サスケ。